皆さんこんにちは。マスクの上から喋らせていただいて結構いますかな、ね、よろしいですか。はい、では帝国が参りましたので、そこにあります、プロが教えるチラシの作り方マル秘講座ということで、まあ、皆さんも非常にご期待いただいていると思いますので、楽しんでいただきたいというように思います。でまた暑い中コロナというように先の見えないこういった状況下の中でもう募集を行いまして8月の22日までということがしてるんですけれども、6日の時点でもう受付が全部応募が満員定員いっぱいとなりまして本当にありがとうございます。それではこれから2時間という予定で進行してまいりますのでよろしくお願いいたします。ちょっと中間で5分ぐらいまた休憩を取らせていただきたいというように思いますけれどもお願いいたします。私今日の進行役を務めさせていただいております当支援センターの副センター長をしております中西と申します。よろしくお願いいたします。それでは、開催前にですね当支援センターのセンター長であります橋本よりご挨拶申し上げます。はい、よろしく。皆さんこんにちは。平素は本当に支援センターに対しましてご支援ご協力ありがとうございます。で本日はまた、今日暑いですよね。この暑さいつまで続くかな思うぐらいずっと暑いんですけどね、まあ、そういう暑い中をお越しいただきましてありがとうございます。で先ほども、話ありましたようにこの講座、ここの会場の都合でね、まあ、25名ということにさせてもらってます。で、このコロナの関係でこの会場大体60人ぐらい入れるんですかね、まあ、50か60人ぐらいですかね。でところがまあ市の方からの要請もありまして、まあ、半分以下に抑えてくれということで25名とさせてもらってます。で、去年も一昨年もここにね大体 4,50 人入られたんですよね。まあ、今年もそのぐらいの予定はしてたんですけどやっぱりそういうコロナの関係で 50% 以下に抑えなさいということで25名にさせてもらっております。で今日もね皆さん方も新聞取られて折り込みチラシなんぼでも入ってましたよね。土曜日ですから。で今日も新聞を取りに行ってあ折り込みチラシ餃子入ってるなと見ててでそのついでに家のポストを開けてみたんですわ。でうちの家のポストはね開けたらちょっと蓋があんまり短いもんやから餃子入ったらねスコーンと抜けるんですよね。で今日もそれを見ててチラシがね4枚入ってました。これは特に不動産関係のチラシでそれがね散らばってたんですよね。先ほど言いましたが蓋が、低いもんやから散らばってたよね。でこれよう考えてみたらチラシの語源は散らばってるとか散らかすとかそういう語源がっていうのは聞いたことあるんであこれはまさしくチラシやなと。でそのチラシの中でも4枚のチラシの中でも目立つのは1つぐらいありましたわ。でそれ以外の3つはね、まあ、ごく普通の一般のチラシでしたけど1つだけ目立つのがありました。まあ、そういう目立つチラシそれからチラシを置いてても手に持っていただけるようなチラシ、まあ、そういう作り方を今日はひょっとしたら、プロが教えるチラシの作り方マル秘講座ですからねそういうところお話があるんかと思いますけど皆さん方らしっかりと勉強していただいて、皆さん方の団体さんであるいは個人の方でこれからチラシを作るときには立派な立派なチラシができると思いますから私も期待したいと思います。はい、以上で花田簡単でございますけどご挨拶とさせてもらいます。ありがとうございました。